陸上三段跳び界のホープ、長崎日大高校3年の廣田凛太郎選手。身長180センチ、長い手足を生かしたダイナミックな跳躍が持ち味です。いいんじゃない、ちょっと見てみようか。はい、ちょっとお願いします。指導するのは十種競技の元県記録保持者、佐伯直也監督です。廣田選手の自己ベストは15メートル52。憧れの先輩、諫早市出身の山本龍馬選手が持つ日本高校記録16メートル10を超えることを目標に、常にその先を見据えています。廣田選手は中学1年から本格的に三段跳びを始めました。しかし当時の廣田選手はというと、よく喧嘩もしてましたし、そんな中で僕が一番悪かったのは学校をサボる癖があったんですよ。そんな廣田選手に手を差し伸べたのが、当時通っていた長代第二中で外部コーチを務めていた佐伯監督でした。男の約束をしようって、学校一日も休まないでと、勉強しに来なくていいって、陸上しにおいでって。今も男の約束を守り続けています。陸上に打ち込むことで見える景色はガラリと変わりました。最終的には陸上競技を引退した後の方が人間的な部分で勝負しないといけないんで、やっぱり競技をしながらそういうところを鍛えていきなさいという話をいつもするんですけど、監督に恩返しをと10月に予定されているインターハイの代替大会での日本高校記録更新を狙っています。まずは自分のためですし、でやっぱ佐伯先生のためでもありますし、両親のためでもありますし、やっぱ仲間たちのためでもありますし、一本一本しっかり噛み締めて高校生活を締めくくれるようないい跳躍ができればいいなと思ってます。パワフルに長崎のスポーツを紹介するパワスポ N は、毎週日曜の夕方 KTN で好評放送中。チャンネル登録お願いいたします。